はい、プリティープリンセス続きからやっていきたいと思います。あらですね、本日はまずちょっと服でも買いましょうか。なんかできるだけやっぱ服も変えていきたいよね。だってプリンセスなんだもんね。プリンセス服がね、いつも同じじゃちょっとダメよね。よし、で本日はちょっとね、部屋をねいじるのをちょっと優先的にやっていこうかなって、思ってます。じゃないとちょっとお話が全く進まないので。一応ね、何の部屋だったかな、なんかはね、何が必要か分かるようにするやつしてるんだよね、確か。服をいただくわ。はい。やっぱパピオンだよね。いや、これもいいのよ。パピオン強くない？あれ、パピオンって今の形と同じなのか。あ、これにしようかな。ナイトドレス、これにします。え、可愛くない？だって。ナイトドレス。ナイトドレス関連のもの全部買うわ。ナイト。なんかまとめて購入できたらいいね。購入じゃないもんね、でもね、これね。そうだよね。そう、世界観崩すこと言っちゃいけないよね。うわ、かわいい。普通にかわいくない？いや、別に今つけてるやつもかわいいけど。うわ、これめっちゃかわいい。好み。普通に好み。よし。髪型も変える？この子絶対気強いよね。100% 気強いタイプだよね。敵キャラって感じ。ドキドキレシピは。あと55回やんなきゃいけないの。55回はちょっと厳しいわね。で、5回だけやる？かわいいんじゃない？使うかどうかわかんないけど。一回ぐらいこれちゃんと見る？わぁ。無表情。いいじゃん、風呂。緑はちょっとあんま使わないかもね。これは使うと思う。ナイス。ナイスだよ。これもいいじゃん。美味しそう。美味しそうとか。はい。ではですね。もういいです。はい。よし。ではでは、着替えて部屋作りに勤しみましょう。何の部屋作るか忘れちゃった。応接じゃなくて、なんだっけ、応接室かな。あ、じゃあ図書館とかだったかな。図書室だったかな。いい感じですよ。服も変えたし。服全部揃えるのに、だから、300円だったよね。3412。1200あれば一通り買えるから、毎回だから1200ぐらいは貯めたいよね。
これに、これに。いいじゃん。ちょっと髪色変える？はい。こうではね、いいです。そうね、ちょっと髪色を。え？また誤作動起こしてる。やだな。あ、ブルーかわいいかも。ちょっと激しいかな。これにしよう。あ、ちょっといいですね。うん。いい感じですよ。なんだろう。気が強そう。私のね、だいたいこういうゲームで作るこうアバター的なので、だいたい気が強そうなのよね。うん。それがいいところでもあるんだけど。なかなか可愛くはなりませんね。うん。よし。ここ、ここ。あれ？こっち？じゃあここだよね。何？はい。うん。え？え？待って、解読そんな必要なの？ちょっと待って、ちょっと待って。一個だけ私やったってこと前回。ばっか全部解読しのきなさいよね、私。はあ、困ったね。しょうがない。ちょっと動画的に、今すぐ解読してもらいます。うん。なので、ちょっと今回の、だから動画を終わるときには、もう一個、ね、え？読書スタンド？読書スタンド？読書スタンドがねえと。じゃあちょっと、読書スタンドだけちょっとゲットしてくるわ。ね、こんにちは。100円ください。え、この服かわいい。普通にこの、なんだろう、走った時にちょっとこう、揺らめく感じがすごく、いいですね。うん。で、なんだっけ？読書スタンドだよね。すいませんね、何度も。だいぶ私、ビジュアル変わったでしょ？そこについて突っ込んでくれてもいいのよ。可愛くなられましたね、みたいな。読書。読書。え、これかわいい。でも今これいらないか。そうだよね。ん？もうこれじゃないよね。これではないね。作っちゃった、謎に。はい。いずれ使います。え？あ、小さい家具の方かな。乙女のランプ。なんで緑なんだろうね。これ緑じゃなければいい感じなのにね、この二つとも。なんでなんだろう。え、これ良くない？今使うでしょ。本系はちょっと作っときたい。え？てかこれ、ほんとさ、え、これ使いたいとか言ってさ、やってるとほんとすぐなくなるね。マネーがちょっと。これも作りました。そうですね、これも作りたいです。あれ？でも指定された家具なくない？ブックスタンド？壁？なわけないよね。天井？これはちょっとやりすぎだと思うけど、これかわいいと思う。うん。これはあり。
ょっと日本家屋っぽい。うん、これは買いだよ。だって今から作るの図書館でしょ、図書室でしょ、ぽいよね、ぽいか冷静になっちゃう。ぽいかな。ちょっと派手すぎる、まあ、いいですよ、ちょっと派手なぐらいはね。待って、結局何がいるの？ないよね。これ作ったってことでいいよね。うん。だってもう作れるものは作りました、多分大丈夫。これダメだったらちょっと暴れるえ、だってレベル1でしょ、レベル1には乗ってるからね。はい、行くわよ、ダッシュダッシュ、これ早く上がりたいわね。あ、持ってるって。行くわよ行くわよってうわ広い。こちらの部屋はどうやら図書室だそうです。張り切ってコーデいたしましょう。広いですね、ひどい。これで OK はやばいでしょ、うんうん、何を言うてんのって感じよね。よし、やっていくよ広いねまずじゃあフロア家具ですよね。さっき買ったやつ、さっき買ったやつ、え、違うよ。なくていい、なしなし、うん、派手すぎる。で本棚なんてあったっけ、私結構家具増えたね、うん、地味に増えていってるわ。アンティークとロココ待ってよ。あ、同じ家具を出すってあるじゃん。あ、前なんかできないと思ったけどできるんだ、優秀じゃん。よいしょよいしょ、おお、いいねこれでちょっと見渡しづらくない？この壁側はそれでいいので、もう一個の本棚でこれ、私この色ばっかりやんっていうね。これをちょっと回転回転回転で、そうね、ちょっとこの間気になるけど、まあ、仕方ないわよね、うん、どこまで詰めれる？すごい詰めたいんだけど私。あ、でも結構思ったより詰めれるね。ほんとこれ誤差でやめて治んないんだよねこれ、あんまね。いい加減に買いなさいよってね。そうなんですよ、それ内心思ってんの。でもね、高いじゃないえ、なんか
あの他のねそのコントローラーは即買おうと思うんだけど、ジョイコンだけはなんか買う気しないのよね。こうこう、え、寄せれるよこれ。でもどう、1個開けた、2個ぐらい開けた、開けたね、開けたから、こうで、はいはい、え、だいぶ図書室っぽくないですか。うん、でこっちには本を読むためのソファーを複数個並べて、ふさわしいソファーはこれかな、うん、この間もこれ使った気がするけどね。違う、テーブルも出すの、テーブル、テーブル必要。私のね考えてる図書館がこれでいいのかどうかわかんないけど、でも図書館ってさ大体こんな感じじゃない。もう最後に図書館なんて行ったのがだいぶ昔すぎてさ、ちょっとあやふやだけどね、図書館行かないよね大人になるとね。あと近場にないっていうのが一番でかいな。好きなんだけどね私図書館の雰囲気とか、うん、そういうのは。よいしょ、え、結構ぽくないですか。で、あのベンチ的なやつを、中央に配置で、こっちはこっち向きなの。あー、ぽい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 。で、小物でちょっと本とか飾って、ちょっとそれっぽくしていきましょう。え、なんで、はい、よしよし。で、で、あと何が置けるかな。なんかライトとか、あと草とか。草って表現正しくないよね。あ、これ?あ、かわいい。これかわいくない?めっちゃ好きなんだけど。この辺にも置いとくわ。あとは、確かさ、地球儀置かなきゃいけなかったよね。確かそう。地球儀が絶対必須なので、なんか地球儀なんか置くとこないんだけど、いる?大体図書室に地球儀って。私いらないと思う。ね。あとこれも置かないといけないんだよね。これこそマジどこに置くの?え?置くとこな?ここ置いといて。邪魔だよね、冷静にね。時計はあった方がいいよね、さすがに。1個でいい?こんな広い部屋に1個でいい?飾るような空間でもない気がするけどね。まあ、いっ
か。こんなもんですか？石板？なんか解読完了って書いてあるんだけど。小さな家具のライト。小さな家具のライト。小さな家具のライト。ごめん、置くとこない。ここに。はい。なんか、これでとりあえず、多分、大丈夫じゃないかな。ちょっと戻りましょう。はい。よし。ちょっと歩いてみよう。ああ、でもなんか本当、図書室だわっていう感じよね。図書室で走っちゃダメよっていう。まあいいんじゃないですか？うん。どうよ。チェックしてくれたまえ。うん。イエーイ。なんだろう、家具をポン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 出せるのに気づいたから、これからは余裕って感じ。うん。うん。写真ね、どこで撮る？この辺がいいんじゃない？図書室っぽさみたいなの大事だから。アップアップ。もう自分大好き。嫌なやつよね、自分大好きって。ちょっといい、いいアングルでさ。そっち向かないで。いい塩梅でこっち見てほしい。なんかない？ちょっとダメよ、ダサい。これぶりっこすぎ、うん、手振ってる。何それ、かわいい。これにします。今の写真っていうのはどこに保存されるの？そういえばね、ここがラパンジョの図書室。あら、図書室はこの城のありとあらゆる本が詰まった本の倉庫みたいなものね。主に古い本ばっかりだけど。すごいすごい、本がいっぱいです。いや、これは毎日読んでもいつ終わるか。アスベルは本が大好きなのね。おじい様からいただいた本もそうですが、私は特に昔の本が大好きなのです。いいね、博識って感じ。なんでこの図書室の本はアスベルの大好きな本ばかりよ。本当ですか？それはとても幸せです。よかったね。アスベルのために頑張ったと思えばすごくハートフルよね。じゃああれだ、次のさ、部屋の解読をしとこ、やめる前に。そしたら次回もう解読完了された状態でやれるもんね。今回2部屋ぐらいやりたかったんだけどな。1部屋で終わってしまった。悲しみ。待って、まだ3部屋しかやってないの私。全然やってないじゃん。ちょっと待ってね。先に解読だけしちゃおう。ここね。うわ、めっちゃいるやん。ここは応接室だって。実家に応接間があったから、多分大丈夫。その規模でいいのか分かんないけど、多分大丈夫だと思う。じゃあちょっとポイントを稼ぎに行きますか？
やっぱアーチェリー一回はやんないとね、閉まらないわよね。ね、早く違うミニゲームやりたいけどね。そのためにはもっとだってね、いろいろやんないといけないから。まあでも次回は服買ったりきっとしないから、この服気に入ってるから。いやこれかわいいね、ほんと。人に話すだけで2000はいけそう。よしよしよし、やっぱ2000ぐらいないと不安だよね。よいしょ。じゃあアーチェリー一発やりましょう。ただ難しいが、ちょっと本当に難しいから、できるだけウサギを刺さないように。あ、すぐ刺しちゃうから、ウサギにもう的だ、バンバンバンって適当に打ってるから、ちょっとその辺だけ意識していこう。うん、でもウサギちゃんたちちょっと私の前に現れないで、本当刺しちゃうよ。うん、え、待って、私がやっぱ一番可愛くない？髪色ちょっとかぶってんだけど。私今どこ？自分がどこかもわからない。くっそ。ウサギ撃ってよお前ら。全然撃たないわね。さすが難しいだわ。待って、でも今のところ、あ、でも120点か。うわ、惜しい。うわ、悔しい。鬼悔しい。もうちょいだったね。くそ、やられた。ムカつくわ。ムカついてる。どうしよう。花のやつでもやりますか。こんにちは。じゃあ今回これやって終わります。まあこれでポイントいっぱい稼ぎましょう。うん、さっきのはだって800ポイントとかでしょ。でもこれは1位取れるから、冷静にね。あら、かわいらしい。かわいい。負けないわよって。よし。ちょっと待って。いただき。それ私のだから。ちょっと。この野郎。なんてやつらなの、ほんと。邪魔よ。邪魔よ。おどき。邪魔よ。何それ、邪魔するの、私の。取られた。はぁ、今私だろう、普通。取られたの。もう泥棒女よ、泥棒女、ほんと。この中泥棒しかいないわね。きぃ。邪魔よ、ほんと。くぅ。どういって、ちょっと。やな女、ほんと。
イエイエイイエイエイイエイエイ。どうやもうドヤ顔、もうこれに関してはドヤ顔。うん、うわ、1000点もいただけて、やったー。これが一番稼げる気がする正直ね、うん、ということでですね、今回も一部屋しかできませんでしたが、次回もね、次回はだから一部屋以上やりたいので、できれば二部屋行きたいけど、多分ね、次回一部屋やったらストーリー済むんじゃないかな。ね、そんな気がしますね。ということで、今回この辺で終わりたいと思います。バイバイ。